イバラモ族は、単子葉類の属の一つ。イバラモ族に含まれる植物は、ため池や故障などに生息する水草である。イバラモ族の植物は、細い葉を水中に展開する、あまり目立たない、沈水性の水草である。股、ま、状に分子する葉には、挙子があることが多いが、ホススモのようにほとんど挙子が見られない場合もある。通常、溶液に種子を作る。イバラモ族の植物には、 類似した形態のものも多く、種子の表面にある模様などの微細構造の違いで分類する種もある。上位分類は APG 植物分類体系では、オモダカメトチカガミカ、クロンキスト分類体系では、トチカガミメトチカガミカに分類される。シン・エングラー体系では、イバラモモク、イバラモカを独立したトガとしており、一か一族であるとしている。 イバラモという和名は、イバラのような巨子のありも、というところから来ている。また、俗名の、ナチスは、泉の妖精であるナーヤスに由来する。これは、イバラモ族の植物が水草であるためである。とりゲモイバラモ族の植物は、世界中に分布し、約40種類が知られている。以下は、日本に生息する種である。日本に生息する種は、 環境省のレッドデータブックに掲載されていることが多く各地で個体が減少している。しかし国によっては侵略的外来種として扱われる種もある。アクアリウムにおいて水槽で栽培されることがある。その場合、俗名のナヤスとして呼ばれることが多い。ありがとうございます。